白井都大駅は東京都府中市白井都大2丁目にある西武鉄道玉川線の駅。駅番号は SW04。所長、駅長配置駅であり、玉川線管理所として玉川線の全駅を管理している。当駅の所在地名にちなむ。当地は古くは白井戸村と呼ばれており、白井都大の地名はそれによる。旧称の北多摩は 開業当時の所在地名の北多摩郡多摩村にちなむ、島式ホーム一面二線を有する地上駅。駅舎は駅の西南にあり、改札口を入って、構内踏切で上り線を渡ると左手にホームがある。かつてのホームは、構内踏切の下り方にあったが、1977年6月の改良工事の際に、現在の位置に移設された。トイレは、改札口を入って、 右手にある。2008年2月にユニバーサルデザインの一環として、多機能トイレが追設された。2020年度の1日平均乗降人員は4970人であり、西武鉄道全員92駅中74位。近年の1日平均乗降、乗車人員の推移は、下表の通りである。駅の東側に接して、玉川線の開業以来の車両基地である。 白井戸大車両基地がある。そのため、早朝には当駅始発の列車が設定されている。以前は当駅終着の列車も運行されていた。駅の北側に旧甲州街道の踏切があり、駅舎からこの踏切にかけての線路沿いの道に数軒の商店がある。旧駅名の由来の旧多摩村の中心地に近い。駅の南側を品川道が通っている。 当駅から600から700メートルほど離れた場所には、京王線の駅が2駅あり、徒歩連絡により乗り換えが可能である。当駅改札口付近には両駅への案内図が掲出され、車内自動放送でも、京王線はお乗り換えという案内がされる。ただし、京王線からは当駅への正式な乗り換え案内は行っていない。ありがとうございます。